さて千代田区は今月区内で買い物をしてスタンプを貯めると商品券がもらえるという事業を始めました。この事業を盛り上げようと活躍しているのが大学生です。事業の参加店舗を紹介するフリーペーパーを夏休み返上で作っています。500円ごとの買い物でスタンプがつくことからワンコインドリームと名付けられたこの事業。参加店舗でスタンプ20個分1万円の買い物をすると1000円の商品券になります。商店街振興とともに高齢者・子育て世代の支援が目的で、スタンプの台紙は65歳以上と18歳未満の子供がいる世帯に配られます。地域の商店から買っていきたいというふうな、そういう気持ちにはなりますよね、はい。この事業を千代田区と一緒に盛り上げていこうと活動する学生たちがいます。明治大学商学部小川ゼミの大学生60人、区内の店を紹介するフリーペーパーを去年から作っています。今年は3万部を発行する予定で、大学生たちは全体の構成やデザインをどうするか、一軒一軒の魅力をどう伝えるかとことん話し合いました。楽しいことときついことが毎日こんな行ったり来たりするんで、そんな中で総合的にすごく楽しいなっていうのは感じます。やっててフリーペーパーの制作費の一部は店からの広告費で賄います。一件1万円の広告を取ろうと営業担当の15人の学生がワンコインドリーム事業に参加する900の店一軒一軒に電話をかけます。時には朝から夕方まで飛び込みで商店を回ることもあるそうです。飛び込みとなるともう10件は普通に感じになるんで、朝何時集合だ、朝10時集合で6時ぐらいまでやってるかな。そうですね。フリーペーパーの発行は来月下旬。これまでにおよそ80件の広告が決まっていますが、去年の100件を上回ろうと営業活動も最後の追い込みです。お店側の温かさを結構直に受けられる営業をやってて本当に千代田区の人って温かいなっていうのを感じました。これからこの活動がいろんな社会人になるにあたっても大きな力になるんじゃないかと思ってます。はい、こちらが去年大学生が作ったフリーペーパーなんですが、はい、46ページありまして、まあ、タイトルや原稿はもちろんなんですが、まあ、写真の撮影まで全て自分たちでやっているということなんですね。なかなかこれが立派でしてね、はい、で書き込みマガジンと銘打っているようにですね、うんはい、特徴としてはこの書き込むメモの欄があったりするというところなんです ね。そうですよね、まあ、これは学生が作ったフリーペーパーの全国規模のコンテストでも優勝したそうです。さすがに、はい。